京都マラソンは2012年3月11日に京都府京都市で第1回大会が開催された大規模な市民参加型マラソン大会である。過去にも1969年から1982年まで同名のマラソン大会が開催されていた。本校ではそれについても記述する。2010年4月23日第1回。 京都マラソン開催準備委員会が開かれた。2011年5月16日、第1回京都マラソン実行委員会が開かれ、第1回京都マラソン開催が発表された。京都マラソンの名を冠する大会としては30年ぶりの復活となる。なお当時と異なり、全国都道府県大抗女子駅伝競争大会も従来通り存続する。参加者は1万6000人。 制限時間は6時間。マラソン、ペア駅伝、車椅子競技の3部門が行われ、距離は、マラソンは 42.195km、ペア駅伝は 85m、長い 42.28km、車椅子競技は 6.1km である。開催年度の4月1日現在、満18歳以上で5時間40分以内に、完走できる男女。は禁止されており、 顔とゼッケンが見えるようにしなければならない。太字は当時の大会記録。大会運営関係主催協賽企画、運営主管運営協力講演協賛関係、特別協賛ゴールドパートナーシルバーパートナー、オフィシャルドリンクパートナー、ブロンズパートナーサポーティングパートナースタートと、フィニッシュのみ、KBS 京都でテレビ中継される。 2016年は8時30分9時25分、12時30分13時25分に放送され、その他に KBS 京都と毎日放送が特別番組を制作、再放送として CS 放送とネット配信が行われた。京都新聞社の創刊90周年を記念し、1969年に第1回を開催した。新人の登竜門、中。 長距離選手の育成を大会の目的としており、1977年の大会では、瀬古敏彦がこの大会でマラソン初挑戦の場となった。1982年を最後に発展的解消され、翌1983年からは皇后、坂月全国都道府県大公女子、駅伝競争大会へ衣替えされた。ありがとうございます。